札幌市円山公園に混流されている岩村の銅像、岩村道都市大正4年2月20日は、日本の武士、官僚、政治家、鹿児島県令や初代北海道町長官などを務めた。感動と合し、求みを配合とする。A 天は、正二位、訓一等男爵。明治時代に、農商務大臣、宮中古問官、北海道町長官を務める。 開拓官僚として赴任した北海道を調査し、北海道庁設置の必要性を政府に働きかけ、初代北海道庁長官となる。土佐販売新、岩村秀俊を父に、長男として、土佐国すくもで生まれた道とは、堺南霊の下で学問を学び岡田伊蔵の下で、剣術を学んだ。明治2年には政府に出資し、長生主犯事。 箱館府県藩士開拓法案を務める。開拓市の首席法案であった島吉武の後を受け、明治4年開拓法案として札幌の開発継続に着手する。区画を京都に習い上、長目都市、当時重要災害であった火災を減らすために草小屋の撤去に乗り出す。この時の撤去の手法はまず撤去の胸触れ書きを発した後にわざと火をつけ火事を起こした。 このためこれを、御用火事というが、つまりは放火であるため道都市はこの時、体感覚悟だったという。しかし、札幌の消防隊はこの時設置され以後は、火災が減ったという。この間、開拓大砲岸に登り、増えてきた移住者や土木作業員のために、遊郭の設置に乗り出す。部下の薄い達雪に、観楽地を作らせ。 なお一時取って、すすきの遊郭とする。すなわち後の、すすきのである。明治6年7月佐賀県御令に任命され、同地で地籍を挙げる。中央に召喚され公務長出資となることが決まると、公認の佐賀県御令に、弟の岩村高都氏を推挙し、これが許される。明治九年、山口地方裁判所長を経て、明治十年には、西南戦争が起こり、道とは、 鹿児島県令として赴任した。道都市はこの時、敵将である、西郷隆盛の遺体を、軍部の了解を得て、鹿児島上皇明寺に丁庁に葬ったという。鹿児島県令としても、知跡を挙げた道都市は、元老院議官、会計検査委員長に上り、明治15年には沖縄県令となる。2年の沖縄県令のご司法大助となり、北海道開拓の重要性を政府に説き、 北海道庁設置を働きかける。これが認められ、明治19年に北海道庁が設置されることとなり、道都市が初代長官に任命される。長官として北海道開拓の任にあたり、旭川市に東京、京都に次ぐ北京設置を構想した。明治十一年長官を長山武史郎に交代し、元老院議官に就任する。農商務次官を経て、 明治22年12月24日、第一次、山形内閣の農商務大臣に就任する。大臣退任後は、宮中顧問官、貴族院議員、五寮局長、近畿官志向を歴任する。明治29年6月5日に公により、男爵を女爵主家族に列せられる。翌年の12月28日に、君一等随法賞を受賞する。明治33年、 朝鮮警府鉄道会社が設立され、常務理事に就任する。明治37年6月23日、君一等局実大受賞を受賞する。大正4年2月20日、東京府東京市小石川区小石川丸山町の自宅で皇居。去年76、墓所は東京都谷中墓地。道都市の功績を称え、旭川市の北海道神宮抹社開拓神社。 上川神社に祀られ、旭川市常磐公園、札幌市大通公園、札幌市炎山公園に銅像が建立されている。高知県すくも市の旧岩村邸には記念碑が設置されている。ありがとうございます。